Hey, what's up? 山本です。私は今プエルトリコの州都サンフアにありますルイス・ムニョスマリン空港に来ております。先ほどコパ航空のフライト使いましてパナマから到着したところになります。本日お届けする動画プエルトリコの滞在記をお届けいたします。このチャンネルでは世界60カ国以上訪問経験などの元ベイリーが欲しい山本が旅の情報フライトレビューなどをお届けするチャンネルになっております。皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。今回初めてプエルトリコやってまいりました。プエルトリコ野球とかでよく聞くけど結局何なの国なのって思う方いらっしゃると思います。一言で言うと国ではありません。北マリアナ諸島すなわちサイパンと同じような扱いのアメリカの自治領になっております。納税の義務がなかったりとか大統領選挙の投票権がなかったりするんだけども国家元首はアメリカの大統領だったり国防や外交はアメリカがやってくれるという日本にはないシステムなのでサイパンと同じグアムともまた違うような場所になっております。アメリカのコモンウェルズ海外の自治領になっております。今回はプエルトリコの滞在期になるんですけれどももう間もなく日付変わる11時58分になります。なので今日はもうここで寝ます。空港で寝てまた明日以降プエルトリコの滞在動画をお届けしたいと思います。今1階の到着のところにおります。寝床ないかな、まあ、今座ってるところでも正直寝ようと思えば寝られるんですけれどもコンセント欲しいんだよな。今日はずっとパナマ街歩きしてたので充電がちょっともうないんですよね。モバイルバッテリーもほとんど残量ないのでとりあえず充電しながら寝られる場所空港内ないか探しに行きたいと思います。果たして今回プエルトリコ初めて来ましたけどどんな街そしてどんな場所なんでしょうか。まずは寝床探し行ってまいります。自販機見つけました。ドリンクすべて2ドルですね。なのでアメリカ本土に比べたら空港の中の自販機ゆえどもかなり安く感じますわ。ここら辺のスナックも1ドルのもの下のお菓子も1ドル、あと 1.5 ドル、ほとんど1ドルぐらいなので物価としてはそんなアメリカ本土ほどバカ高くないような感じがします。ちなみにタクシーですが定額で行けるみたいです。正直サンフアンの何がどこにあるか全くわからないんですけれども例えば、まあ、一番下のシェラトンホテルまでは17ドルだよだとかあとは荷物があるとプラス1ドル空港税が3ドルかかるようだとか他にも夜遅い時間だと1ドル追加になるよというのがあってここに具体的な金額定額で行くことができるみたいです。ここにしよう。もうこういう椅子しかないのよ。ちなみに場所はジェットブルーのチェックインカウンターの近くなんですけどもここしかないです。それではおやすみなさい。おはようございます。翌朝になりました。めちゃくちゃ人いっぱいいる。昨日はジェットブルー航空のチェックインカウンターの付近に寝てたんですけれども今日日曜日なんですけどもものすごいお客さんいる。すげえな。チェックインもかなり並んでるわ。別のカウンターの方に来てみたんだけどもここもすごい人だわ。那覇空港よりも混んでんじゃないかな。ユナイテッド航空、ケープ航空、シルバーエアウェイズ、サウスウェスト航空、スピリット航空、いろんな航空会社、あとデルタもですねチェックインここで行ってるんですけどもあこれはすごいわ。やっぱり日曜日だからなのかな。めちゃくちゃ混んでるわ。本当にもう尋常じゃないぐらい混んでてもう皆さんも地べたに座ってるもんあまりにも人多すぎて座るとこもないですしこれはすごい光景だわ。アメリカン航空側のカウンターはもっとひどいわ。すんげえな。おお。こういう時本当に上級会員のステータスあってよかったなと心から思いますわ。この人の列なのであ違うこれフロンティア航空だ。めちゃくちゃ並んでるな。マジか。アメリカン航空は意外に全然並んでないんですけどもフロンティア航空がもう並びすぎてわけわかんなくなってる。空港の到着エリアバゲージクレームの一番奥の方です。右側にこのようなツーリズムインフォメーションセンターがありますので情報収集してきます。宿までバスで日本で行くことができます。ただしこのバス日曜日動いてないんですよ。なのでもし今日バスで行くとしたら3本乗り継がなきゃいけないのでこれはさすがに面倒かなと。スーツケースもありますのでもしスーツケースがなければこれでもよかったんですけども今回はバス使わないで Uber で行こうと思います。ちなみに運賃はバス1回につき75セントということでめちゃくちゃ激安。パナマのバスが25セントだったんですけどもそれに匹敵する安さ。パナマは空港から街中までの高速道路を使うバスが75セントなのでそれと同じ。
プエルトリコもバス安くてありがたい。ちなみにウーバー使うとこの金額になります。$10.93。ただウーバー混み合うときは同じ行き先でも$24ぐらいまで先ほど値段ドーンと上がったりだとか、逆に低いときは$9.90だとか$8.90ぐらいのときもあったんですけども、もうこの金額から動いたりしないので、この金額でもう今日はウーバー使って宿まで行きたいと思います。予約しようと思ったらこれだもん。一気に$13値段上がったので、もう少し待って$10台に落ち着いた時に予約したいと思います。ほんの数分の差でこの価格差ですからね。ようやく値段下がったよ。これでウーバー予約します。無事に車見つかりました。乗り場が16番から19番という場所が決められているそうです。ウーバーの乗り場ですが、ライドシェア、ウーバーのマークあります。これの番号が16から19の間になります。今10番なのでもっと奥かな。ウーバーの乗り場見つかりました。ライドシェアピックアップということで、16番から19番の間、この間のところに車が止まって、ここで乗り降りができるみたいです。車これです。トヨタのタコマ。あーいいね。前グアム行った時この車の後ろの荷台に乗ったな。そういえばヒッチハイクして。めっちゃ天気いいな今日。到着いたしました。だいたい10分ちょっとぐらいかな。めちゃくちゃ街中近いね。そしてここが本日の宿です。1泊だいたい3000円ぐらいかな。この後は早速ですがビーチに行きたいと思います。プエルトリコ海綺麗なのかな。すぐそこにビーチがあるみたいなんですけども、自分の目で確認していきたいと思います。数日前にコロンビアのボコタ行った時もそうだったんですけども、もはや落書きなのか芸術なのかわからないレベルの壁画が所々あるのよ。これって結局どっちなんでしょうね。皆さんどう思います？落書きなのかアートなのか、それとも両方なのか。ビーチの近くまでやってきました。ここら辺まで来ると飲食店がかなり多いですね。あとは大型のホテルも向こうに見えたりだとか。もう間もなくビーチ到着なんですけども、おそらくあそこのホテルオーシャンビューなんだろうな。こんな感じでレストランが広がってるビーチ付近でございます。もう間もなくビーチ到着です。もう間もなくビーチ到着なんだけども、めちゃくちゃ風強いわ。この前のマイアミビーチの日じゃないぐらい風が強い今日のプエルトリコ。これはドローン無理だな。絶対持ってかれるわ。これぐらい風が強いです今日は。波打ち際到着。まさかここにもこいつらがいるとは思わんかった。マイアミであったり、あとは2年前にカンクンの時にもいたこの藻が多いのよな。ただあまりにも風が強すぎるんで、ここら辺まではもうないね。うん、せいぜいこの砂浜のところ。あーいいね。波高えな。サーフィンする人はもう今日絶好のサーフィン日和だろうな。いやいいねいいね。プエルトリコもやっぱり海綺麗だわ。風が強くなければな。こういう時にドローン使えないのマジで痛いですわ。いやいいね。逆に風があるから歩いてる分にはすごく心地いいんですけどね。日曜日の夕方、楽しそうだね。子供がボール遊びしたりだとか。わあいいねこの雰囲気。野球やってる子もいればサッカーやってる子もいたり、あとは犬が元気にボールを投げて走り回ったりだとか。いい休日だ。
よし、おいで。逃げられる。ください。ください。犬と追いかけっこ。あ、目回る。目回る。おらー。おらー。超絶逆光ですけども、バレーボールやってる人いるので参加させていただくことになりました。久しぶりのバレーなんで全然動かん。風があるのが無理だ。あ、滑る。ボールが濡れてんのよ。めちゃくちゃ滑るのよ。もう真っ赤。もうやめとくか。もう腕真っ赤。腕真っ赤。卒業します。なんでこんなビーチ沿いの道路に普通に鶏がいんのよ。なんで繋がれているわけでもないんだよね。こいつ飼われてんのかな。すごい光景だ。周りこんな道路よ普通に。危ないって。道路飛び出たらお前引かれるぞ。プエルトリコで名古屋発見。寿司。そうです、名古屋という名前のお店があるみたい。寿司&チャイニーズ。この通り本当にレストランであったりお土産屋さんがかなり多いです。そして先の名古屋に続きまして、タイザン寿司&チャイニーズ。寿司と中華料理がセットなのがこっちの主流なんでしょうか。でも中結構人いっぱいだわ。もうそろ6時ぐらいなんですけれども、日曜日の6時ということでお客さんいっぱい。こんな感じの大人向けのお店もあったりします。あとはスーパーがあったりだとか、他にもレストラン、ホテル、ここら辺すごいね。あと車の量がすごいわ。先からずっと渋滞。何時間もこの状態よ。この通り、ここのスーパー500ミリのペットボトル 1.19 だけども、1ガロンになると99セント。めちゃくちゃ安い。この量で130円ぐらいなので、日本のお水よりも全然こっちが安いよ。道路沿いに絵が置かれております。これどういうことと思ったら、もう今リアルタイムでデザイナーといいますか描いてるんですよね。こんな感じで、すごいアイスをモチーフにしてるのかな。こんな感じで絵があるよというこの街並みですが、あ、ちょうど正面マリオットホテルあります。アメリカの国旗とプエルトリコの旗が同時に掲げられてるね。スタバがあったりだとか、ピザレストランがあったりだとか、いい雰囲気で、こういうところいいね。やっぱり AC ホテル見つけました。マリオットグループのホテルです。今いる通りコンダトという通りになりまして、ビーチからずっと一本道で続いてるんですけども、本当に渋滞がすごい。このお店20人ぐらい並んでるわ。クッキープレイというお店だから、クッキー屋さんか。超人気みたいですわ。マジで20人ぐらい並んでるんだけども、ここに並ぶ勇気は今日はない。ごめんなさい。バーガーキングなんだけども、日本でいうナルト、違う、ナルトのネクストジェネレーション、ボルト、知らねえ。まあ、そもそもナルトの話すら知らないですけども、こういう何かハッピーセット的なやつがあるんでしょうね。続きまして大型スーパー、その名もスーパーマックス。24時間営業、行ってまいります。なんとソフトクリーム99セント。ちなみにタックス込みで 1.06 なので140円くらいかな。いただきます。今日はもうチョコしかないって言われました。オレオのトッピング無料、ありがたい。結構ボリューミーだわ。チョコも濃厚だし、オレオのこのサクサク感がたまらなくうまいわ。チョコめっちゃ濃厚だな。これはうまいわ。久しぶりにアイス食べたな。アイス好きなんですけども、ソフトクリームとして食べるのマジで久しぶりだわ。マジでソフトクリームうまかったわ。あれ1ドルは本当に格安。チキンもまんま1羽 8.95 ドル。
そんなバカみたいに高くない。ケーキ売ってるけども、このチーズケーキで 4.99、 なかなかな値段するな。そう考えたらさっきのソフトクリーム格安よ。サラダも 8.99、 チキンまんま一つと変わんないもん。ここら辺のね、 BLT サンドがもう一層。わ、サンドイッチ 2.99、 空港だったらこれ10ドルぐらいですよ。10ドルから15ドルぐらい。スーシーということで日本食。お、枝豆これで 4.99 もするのか。餃子 5.95。 巻き寿司とかとかで、いやそれも枝豆あれで 4.99 か。日本じゃなかなか見ない。これヤムイモとかでしたっけ、タロイモ、全然わかんねえ。普通英語で書かれてるのはわからないんですけども、こういった日本ではなかなか見ない野菜たちも、これはさつまいもか、あったりするので、やっぱり海外のスーパーって楽しいよね。かぼちゃがでかい。1ポンドあたり67セント、全然相場がわからん。そしてこの芋もでかい、でかい、とにかくでかい。かぼちゃやっぱりでかい。じゃがいももでかい。1ポンドあたり 1.87 ドル、めっちゃでかいよこの芋。日本のじゃがいもの比じゃないぐらいでかいわ。いちごがセールということもあって安いわ。これで 3.97 ドル、結構ずっしりよ。しかも美味しそう。嘘でしょ、ペプシ99セント、 1.75 リットル入ってるよ。意外に安いんだけど。このスーパー安いね。2リットルでこのお水65セント。新鮮そうなサーモン、これチリ産のサーモン、あとイカだとか各種魚介類も豊富に揃ってるし、お肉も、うわこれすげえ。ここら辺のお肉は全部アンガスビーフということでした。わー結構分厚いね。豚肉結構安くないかな、これずっしり入ってる。 2.35 ポンド、何キロかわからんけども、これで 7.03 ドル、そこまで豚肉に関しては高くないね。何の部位かわからんけど、この塊で 15.62 を2000円ちょっと、安すぎでしょ。ちょっとちっちゃいやつでも 6.59。 卵は一番安いのでこれかな、12個入って 5.25 ドル。これいつも私いろんな動画で言ってるんですけども、日本最近卵高いけども、世界的に見たら卵安い方ですからね。ちなみに12個で685円になります。初めて見た。みりん風調味料だと思うんだけども、こってりみりん、キッコーマン、あとは照り焼きソース、醤油などなど。ここら辺アジアコーナーです。スーパー出たら一気に暗くなってるわ。ここからどん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 日落ちてくるね。ちなみにあそこダブルツリーのヒルトンホテルです。ここら辺もここら辺でいろいろと飲食店があったりする通りみたいなので、ついここら辺散策してみたいと思います。プエルトリコ意外にガソリン安いな。レギュラーガソリンで 87.7 セント、ハイオクで 1.03、 日本より全然安いじゃん。先ほどのスーパーの前の通りずっと歩いてるんですけれども、やはりビーチ沿いの方が通りとしては賑やかかなっていう感じがします。はい、こんばんは、山本です。あ、匂いダメだったか、匂いチェックで弾かれちゃったわ。こんばんは、ダメですか、匂い気に入らなかった、逃げられた。次はバスで移動します。オンリーキャッシュ、オンリーコインズ、コインズ、オッケー。バス乗り込みました。カードも IC カードも使えません。全てはコインのみということでした。運賃は75セントです。バス降りました。だいたい1キロ半ぐらいかな、バス乗ってきたんですけども、バスあっという間だね。歩いたら20分以上はかかる距離だったんですけども、バスだとあっという間に到着です。続きましてここです。角度的に見えないですけども、ウォルマートです。アメリカのスーパー。そういえば声優ってもうウォルマートの傘下外れたよね、確か。全然記憶ね。とりあえず行ってきます。出ました、パンダエクスプレスも入ってます。わー美味しそうなのいっぱいあるね。すごいケーキ売ってるな。 11.98 ドル、蝶々の形。わー、デザインが豊富。コストコサイズのピザ 10.98 ドル。さっきのスーパーで水買っときゃよかったな。 1.67 ドル。さっきの店確か65セントかそれぐらいでしたよね。失敗したと思ってたらもっと安い47セント。最後の1本買います。すげーサイズ。ひき肉、あとこの切り落としも 15.68。 この量でこの値段って結構安いんじゃないかな。この T ボンステーキ5ドル7セント、結構美味しそうじゃん。ペプシ安いね。 1.25 リットル68セント。スーパー後にしました。あそこで人寝てるのよ。すごいね、道路の真ん中ですよ。何が起こるかわからない街、プエルトリコでございます。
もう間もなく宿到着します。今日はここで終わりにして、また翌朝旧市街の方行きたいと思います。宿に戻ってきたらお客さんいるのよ。こんばんは、おいで。匂いチェックはどう？微妙？はい、匂いチェックどうぞ。匂いチェックもしないの君は。何もあげるものないけど、おいで。ほら、おいで。ダメだ、心開いてくれ。禁断の奥義に出ることにしました。それが何かというと、マイクあるじゃないですか。このマイクを猫じゃらし的な感じで使っておびき寄せようかと思います。行くよ。今スマホで猫が寄ってくる音っていうのを再生しております。カメラをあそこに置いて、スマホがすぐ横にあるんですけども、猫たちが寄ってくるのかな、実験中です。ちなみに先ほどカメラ映ってない時にはもう興味津々だったんですけども、今はもう飽きちゃったのかな。反応してるわ。自分の姿が見えるとやっぱり警戒するんですけども、自分の姿が見えないとスマホに興味津々。お、いいねいいね、こういう絵を撮りたかったのよ。向こう行っちゃった。なのでもう今日の猫タイム終わりになります。皆さんまた翌朝お会いしましょう。猫ちゃんたちバイバイ。おはようございます。翌日になりました。この後は旧市街に行くんですけども、あ、ちょうどいいタイミングでバス来た。バス止まっておくれ。バスに乗って旧市街に向かいます。運賃は75セントです。安くてありがたい。はい、超大型客船、ノルウェーの船みたいに。バス到着。今日は終点で降りました。終点からもあの船のでかさが分かるよね。超でけ。サンフアンのオールドタウン、旧市街の方に来てみましたが、色合いがすごいカラフル。先ほどちょこっとだけ調べてみたんですけども、ここら辺はカラフルな建物がいっぱいあるということだったので、すごいよね。オレンジがあったり、緑があったり、青があったり、いろんなカラーリング、見てたら楽しいわ。ここ高台に来てみました。見晴らしがいいね。こんな感じの雰囲気です。またまたすんげー豪華客船が寄港するみたい。でっけーな。やっぱりさっき見た船もでかかったけども、こっちの船もまあでかいわ。これぞクルーズ船。引き続きめちゃくちゃカラフルな旧市街、この奥もカラフル、そして上には、あ、蝶々の形してるこれ。そしてここ警備されてるんですけども、この奥がプエルトリコの知事の公邸があるみたいです。多分その関係でこのようにクローズになってるんじゃないかな。でも本当にここいいね。ほらこんな感じの雰囲気なのよ。ちなみに今そこで蛇巻いてる人いわ。続きましてこちらサンフアンの大聖堂になっております。
世界遺産に登録された建物になりまして、1521年に建設されております。かなり歴史の長い建物になっておりまして、創建当時の大聖堂は木造建築だったんですけれども、1529年にハリケーンがあったみたいです。そのハリケーンの影響で倒壊したみたいです。1540年代にはゴシック様式で再建並びに改築されたんですけれども、再び1615年ハリケーンの被害に遭ってしまったみたいです。再建する際にはやはり多額のお金が必要だったんですけども、当時はお金が足りないということもありまして、再建には長い時間が要しました。なのでその後数百年置いて19世紀に入って現在のネオバロック様式の聖堂として改築されて今に至るということでした。今日は雲一つない快晴なので、ものすごくこの大聖堂も晴れております。今日雲一つない快晴なのでかなりいい感じで映えてますね。この奥がおそらくプエルトリコの知事官邸になってるはずです。プエルトリコの旗も掲げられております。そしてこのエリア、おそらく昔要塞として使われたんじゃないかな、そんな感じの雰囲気ありますよね、ここら辺。そして何よりも見てください、下ビーチあるんだけどもめちゃくちゃ綺麗。昨日行ったホンダトビーチ、あそこの日じゃないぐらいこっちの方が綺麗だわ。波も穏やかですし、風は今日も強めなんですけれども、波も穏やか、海も綺麗、そして何よりも海藻がないから見た目的にも最高にいい感じじゃん、ここ。いやいいね、ここのビーチはすごく落ち着きます。いい感じの雰囲気ですよね、ここ。そして皆さん何か気づきませんか？音の聞こえ方が先ほどと今で全然違うと思います。今日の頭の部分から実はワイヤレスマイクが使われておらず、内蔵のマイクで音を取れてたんですよ。私こちらのワイヤレスマイク2つ持ってます。今撮ってるやつに使ってるのと予備のやつで持ってるんですけども、これ組み合わせがそれぞれ A は A と B は B とじゃないとダメなんですよね。なんですけども今日は A と B がくっついて全く音取れてなかったんですよね、内蔵マイクでしか。なのでここから音違うと思うんですけども、お許しくださいませ。こういったヘマをやらかすのは本当にやめた方がいいよね。すごいなこの船、何千人もこの船の中で生活して暮らしていけるんだろうな。絶対に上にプールとかありそう。わあいいねいいねいいね、皆さんもデッキに出て景色堪能してるわ、羨ましい。心の底から思うわ、羨ましいと。こんにちは、お休み中すみません、山本ですけれども、取材させていただいてもよろしいでしょうか？こんにちは、お休み中すみません、取材させていただいてもよろしいでしょうか？怪しいものではございませんので、匂いチェックしてください。まずクリアでしょうか？ ありがとうございます。今日も天気良くていいですね、ポカポカ陽気で。やっぱ木陰気持ちいいですか？どうでしょうか、いろんな猫さんにこのなでなで私好評なんですけども、気に入っていただけたでしょうか？どうでしょうか、私のなでなでは気に入りました？もう少しこっち来ていただきたいんですけども、よろしいでしょうか？もう少しこっち来てください。じゃあ私が行きますね。よいしょっと。スリスリ入りました、ありがとうございます。気に入っていただきたいでしょうか？スリスリ終わり、もう終わりか。ビーチのところに来てみたんだけども、波も穏やかで、この波の音がまたいいよね。引き継ぎ風はそれなりにあるんだけども、波がとても穏やか。波の音癒されるわ。しばしこの波の音お聞きください。あと鳥のさえずりも聞こえてきますので、ダブルでいい雰囲気です。再びこんにちは、山本と申しますが、取材させていただいてもよろしいでしょうか？よろしいでしょうか？匂いチェック合格ですか？すみません、今からどちらに
向かうんでしょうか。どこに行くんですか。どこに行くんですか今から。すみません猫さん、どちらに今から向かわれるんでしょうか。私にだけ教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。どちらに、これからどちらに向かうんですか。まあ、ここでお休みになられると。じゃあもうここで失礼しますね。もう一度大丈夫ですか。あ、気持ちよさそうな顔してますね。顎下なんかどうですか。顎下本当にカラフルでいい街並みだねこれ。日本では絶対ないし、この坂がな辛いんだよな。しかも石畳だし。なのでここ旧市街来る方はスーツケース絶対持ってこない方がいいと思います。まさかまさかここプエルトリコでたい焼きアイス見ると思わなかったわ。こんな感じのたい焼きアイス、これがユニコーンっていう名前です。ただ10ドルか。本当にこの街の旧市街は至る所カラフルでおしゃれだわ。レストラン、お土産屋さん、いろんなのが一通り揃っておりますし、バーもあったりだとか。雰囲気最高よ。しばしここら辺散策してみたいと思います。しかも安くないですか。ビールプラスショットで5ドル、結構安いね。さっきのたい焼きアイス10ドルだからね。モヒートも5ドル。こういった格安な金額でお酒楽しめるところもいっぱいありますし。本当かなあれ、ハイネケン3つで5ドル、そんな金額でやってんの。この道の抜け感もいいね。奥には海見えるし、坂になっててカラフルさがすごく際立ってる。久しぶりに見たわ、羽生えるやつ。しかもプエルトリコカラーになってる。クルーズ船が泊まってた方とは反対サイドの海側来てみました。こっちだと一点ローカル色が強くなったなっていう感じがします。お店も下見たらちょこちょこあります。あとはやっぱこっちの方風強いな。波のやっぱり高いですし、先ほどの海側は波は穏やかでした。風はもちろん強いんですけれども、こっちは白波が立って、昨日行ったホンダトビーチのような波が高い状態です。そしてここ若干危険、もうすぐそこ、落ちたらもう怪我、当たりどこによってはっていう感じですわ。もちろんこちらの海岸沿いも反対側見てみるとカラフルな建物に覆われて、すごく鮮やかな光景が広がっております。この薄緑色の建物、なんとバーガーキング、すごいわ。ここら辺一帯がこういった色でカラフルになっているので面白いわ。やっぱりバス移動、よいしょどーす、あったけー。一旦バス乗り換えます。車内ガンガン冷房ついたのでマジで寒かったわ。この後違うバスに乗り換えます。乗り換えのバス全然来ない。どんどん暗くなっていくわ。果たしていつになったらバス来るんでしょうか。やっとバス来たよ。何分待ったんだろう。これで目的地まで行きますわ。よいしょ到着。もうこれ当たり前すぎても言わなかったんですけども、運転の荒さはもう本当に大変だわ。全国と言いますか全世界で運転荒いのがもう当たり前だから、日本があんなに丁寧な運転って世界ないよね。お隣の韓国だったり台湾も結構荒いので、すごいわ。どうやったらあんな運転になるのか。当たり前だけども完全に日が暮れてしまいました。もう真っ暗、車通りは多いのでそんな別に危ないっていう感じではないとは思うんだけどもね、って感じですわ。とりあえず次行く場所どこ行くと思いますか。自分が好きなあそこに行ってきます。目的地到着。そうです、コストコ行ってきます。以前台湾でもコストコ行ったんですけども、プエルトリコにまさかコストコあると思わんかったな。今朝宿の人が物運んでたんですけど、そこにコストコの PB 商品屋さんで、あ、こっちのコストコあるんだと思ってね、
コストコのカードも世界共通なので、これがあれば全世界中のコストコ入ることができます。ほら、いろんなの売ってるね。パナソニックの電話機だとか Xbox があったりだとか、あ、僕が使ってるドローンの後継の新しいやつ、これ欲しいんだけど高いんだよな。はあ、$839。あとは GoPro のヒーロー10、一つ前か、$369。あとはスイッチ売ったりだとか、まあ、これは日本のコストコでもありがちですよね。メガネもあったりだとか、各種家電関係もあったりするので。 LG のテレビ多いね。あ、日本も LG のテレビかなり多いですからね、コストコ。あとシャープのテレビ、東芝のテレビ、サムスンのテレビ、あ、ソニーのテレビあるのか。日本だとソニーのテレビまず見ないわ。ソニーのテレビいっぱいだわ。自分使ってるテレビももう10年ぐらい使ってますので、結構ガタ来てるんですよね。かといって買い替える余裕があるわけじゃないので、限界まで家のテレビは使い倒したいと思います。ここら辺は日本のコストコとそんな雰囲気は変わらないかな、今のところ。プロテインで2列使ってるわ。すんごい、もう尋常じゃない数のプロテインいっぱいある。2列プロテインでした。すごい。日本のコストコでもよく見るレモネード、$7.49。日本だったらこれいくらだったかな、全然覚えてねえや。なので日本でもよく見る商品はちらほらあります。すげえ、小麦粉26ポンドいくらだろう、何キロか全然わかんないけど、これで 9.79。 あとこれ砂糖50ポンド、あ、50ポンドはね23キロぐらいだわ。飛行機の荷物の制限、だいたい50ポンドの航空会社が多いので、それで覚えました。ってことは11キロぐらいかな、これ 11.5 キロとかそれぐらいでしょうね。こんなのまで売ってるのか、さすがだわ。初めて見たよこれ、ジャパニーズバーベキューソース。どこのメーカーだろう、全然知らねえ。このバーベキューソース美味しいよ。ナゲットとかポテトと一緒に食べると最高。ちなみにこれで$6.59。こんなでっかいクルトンが 7.59。 すんごい量だなこの量。ベーコンチップ的なやつ持ってるわ、これで 9.59。 あとアップルサイダードレッシングかな、これも美味しそう。日本でもおなじみのピビゴのレンチンご飯売ってる、これが12個入って 11.79。 んー、やっぱ日本で買った方がこういうのは安いよね。卵18個で$6.99、だいたい900円ちょっとなんですけども、1個あたりに換算するとだいたい50円。味の素の焼き鳥チキンチャーハンと味の素のベジタブル焼きそば売ってますわ。お腹空いてきたわ、もうそろなんか食べないとな。ちなみにチャーハンが 15.39、 焼きそばが$14.99です。めちゃくちゃ安くないですかこれ。肉この量で$33.8。すげえ、ここら辺も$26だとか。4000円以下でこんな豚肉買えるのか、さすがアメリカじゃないか、もうプエルトリコか、すごいわ。いちごめっちゃでか、これで 5.89。 いや、このでかさはもうアマオとかの比じゃないぐらいでかい。絶対これカロリーお化けじゃん。 6.99、 死ぬほど甘そう。うわーうわー、タラバガニの足売ってるけども、コストコにしてはなんだかすごく量が良心的というか、少なく見えるのは私だけでしょうか。ちなみに日本でもよくあるプルコギ的なお肉はないね。ただ牛肉すごいわ、量が$222だとか。お腹すいた、何食べよう、ホットドッグかな。ホットドッグ$1.5で、もちろんドリンク付き。ピザがスライス 1.99、 ホールが 9.95、 チキンベイク 3.99、 ドリンク69セントに、あ、アイスもいいね、アイス 1.99、 ツイストチュロス 1.49。 しかもこれ無人で会計することもできるみたいです。日本にはないシステム。ピザも美味しそうだよね。ペパロニとチーズのピザ、これがチキンのなんとかな、これがチキンベイクってやつ。ホットドッグかな今日は。もちろん友人のカウンターで生産することもできるんですけれども、ここで生産も可能。ホットドッグとソーダ、ホットドッグと水もあるんだ。これ$1.5、ペイフォーオーダー、しかもこれはカード OK。 ここはむしろカードしか使えないね。現金の人は友人カウンターでっていう感じです。日本のコストコのフードコートもカード使えるんやってほしいわ。使えるカードはビザだけです。レシート出てきました。184番っていう番号があるので、多分これで呼ばれるんでしょう。ドリンクはサントリー系、サントリーじゃないかこっち言うと、ペプシとセブンアップ、トロピカーナ、ファンタ的なやつ、セブンアップ。自分が飲めるのはこれかな。フルーツジュース、他はもう全部炭酸飲料なのでこれしか飲めへん。いただきます。入れ物が日本と違う、これに入ってる。あー、ケチャップとかやってくるの忘れた。やってくるか今から。あとフードコート3人で回したわ、大変そう。結構混んでるんだけども、
食べるスペースは全然余裕。うん、このジュース美味しいわ。クランベリーだとかストロベリーとかいろんなミックスジュースだと思うんだけども、日本と1点だけ違う点がオニオンがないのよ。あれ結構好きだっただけに残念だな。ただこれの機械だとかゴミ箱は同じ。よし、ケチャップだけ入れよう。玉ねぎないのか。あ、全然パンの見た目が違うわ。ケチャップ、よし、こんな感じ。よし、いただきましょう。見た目からして日本のホットドッグと違うの分かります？こっちの方がツヤツヤしてる。あとパンが黄色がかってる気がするんですよね。ソーセージはどうだろうな。食べてみましょう。いただきます。中のソーセージは日本で食べるやつと全く同じ。パンも見た目も食感もちょっと違うんですけども、まあ、そんな違和感ないですね。普通にうまい。これで 1.5 ドル200円弱ぐらいなので相当コスパいいわ。食後のおデザ、ソフトクリーム 1.99 ドル、だいたい270円弱ぐらいかな今のレートで。もうてんこ盛りよね。日本のコストコのソフトクリームもてんこ盛りですけども、もちろんこっちもてんこ盛り。よし、いただきます。くるん、濃厚だわ。日本のソフトクリームとは味はちょっと違うけども、どっちも美味しい。日本のコストコのソフトも美味しいし、プエルトリコのコストコのソフトクリームも美味しいし、うん、うまいわ。いやー、いいね、この濃厚感がたまらない。ミルクソフトに近いかなこれ。牛乳の風味ものすごくいいわ。お腹に余裕あればな、ピザも行きたかったんですけども、ピザは日本より安いね。ピザもソフトクリームも同じ値段 1.99 ドルなんですよ。日本だったらピザ今いくらだろう、350円とかかな。ソフトクリームが昔200円だったんですけどね、どんどん値段は上がってきますけども、ピザの方が高いんですけども、こっちはピザもソフトクリームも同じ値段です。ソフトクリームが日本より多いんじゃないかな。めちゃくちゃ寒くなってきたわ。これ一人で食べる量じゃない。いくら自分甘党ですけども、ちょっときついわ。超多い。ごちそうさまでした。もうお腹いっぱいすぎるわ。ソフトクリームの破壊力が本当にすごい。ホットドッグ美味しかったな。玉ねぎあればもっと美味しかったけども、宿戻ります。バス乗って帰ろうと思ったんだけども、ちょっと気になる場所があったのよ。そしてここ分かります？そっちか。あー、マジか。体育館なんですけども、バレーやってんじゃねえって思ったんですよ。そして Google マップで調べたらバレーボール同好会って書いてたから、おっとちょっとバレーの血が騒いできたんだけども、今見るとバスケやってんのよ。片方でバレーやってるとかじゃないかな。どうでしょうか。もしバレーやってたらちょっと混ぜてもらおうかな。バスケだったマジか、マジか、諦めます。バスケでした、マジか。もう終罰ギリギリなんだよな。もしかしたらもう終罰を逃した可能性も大いにあります。あー悔しいな。バレーだったら参加したかっただけに、バスケはもうできません。バス停到着。もちろん時刻表なんかあるわけございません。 Google マップの中では一応時間は表示されてるんですけれども、あんなのもう合ってないようなものなんですよ。ただ終罰ギリギリだっていうことはもう間違いないですし、 Google マップ上はもう終罰だよっていう表記があったので、ここで待ってこなかったらもうタクシー使うしかないんだけどな。待ちますか。ちなみに先ほど乗り換えた時のバスは40分ぐらいかな待ったの。 Uber 使ったら10ドル弱か。ちなみにさっき見たら忙しい時間帯は20ドル超えただけに、キープ。来たーバス。これが終バスでございます。止まっておくれ。イエス。もう諦めて Uber 乗る寸前でしたよ。着いたけども、もともと予定してたルートじゃねえんだな。ただちょうどいいことにここにメトロの駅あるので、このままメトロ使って最寄りまで行こうかな。運賃が、もうスペイン語わかんない。これかな。レギュラー運賃 1.5 ドル、
これだよねきっと。とりあえず英語に変えて、どれだろう、 1.5 ドルだったからゲットニューカード、アンリミテッドじゃない、フルフェアカード、あったこれだ、 1.5 キャッシュ、 ATM、 クレジット使える、ありがたい。多分これで OK ですよね。 Your payment is being processed。 出てこない、どういうこと、どういうこと、ここも何も入ってないし、どういうこと、どういうこと、どういうこと、クリア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 、どういうこと、全然いかない、困ったな。しかもこれもっと困ったことに、駅なのに駅員がいねえんだよ今。もうマスオさん状態よ。なんで、なんでどうしたらいいんだろう結構困ってる。よくわかんないけどカードできたからこれで OK なのかな。これはスライドさせんだよね、多分ここタッチじゃないよね、ですね、これスライド、これでいいのかな、反応しない、こう OK、 これで。それよりもプエルトリコにメトロがあるなんて驚き。ちなみに今の時間が21時25分なんですけれども、誰もいねえのよ駅。心配。今ちょうど列車来たんですけども、今回はこっち側、サグラドコラゾンっていうところに行く列車なので、こっち側の列車ではないんですけれども、どんな車両を使ってるんだろうね。なんか水しぶき飛んできたんだけど、なんで。お客さんほとんど乗っておらず、列車12両編成なんだけども、ホームがめっちゃ長いのよ、ほら。どういうことこれ、なんかいろいろ突っ込みどころがいっぱいあるメトロだな。列車来た、何のアナウンスもなく突然列車が来ました。この列車も2両編成なのかな、ですね、2両編成の列車です。多分ワンマン運転なんじゃないかな。一番後ろから乗り込んでみるかな、とりあえずは。あ、もう他に乗っちゃうか。お客さんほとんどいないな大丈夫かなこのメトロ、こんな感じ。路線図見つけました。今乗ったのここなんですけども、終点まで行きたいと思います。ただこのメトロ何が面白いかって、プエルトリコ、サンフアンの街中であったり観光地一切通ってないのよ。だからこれ観光客が乗るようなメトロでもないのかな、まあ、そもそもお客さん全然乗ってないし、繁華街こっちの方なんですよ。昨日行ったビーチここら辺で、今日行ったところここら辺なんですよね。すごいルートだよなこれ。終着駅着いたけどお客さん7人ぐらい、少ねえな。ん、どういうことこれ、ここしか空いてないってことか。なかなか面白いメトロだったな。これでいいのかな、うん、です。この後はバス1本乗り継いで宿に戻ります。さてバス到着しました。これで宿の最寄りまで行きます。なんかよくわからんけども、これ使ってただで乗れたのかな。うん、まあいいや、よくわかんないけどこれあったら便利でしたわ。降りました。やっぱバス乗るとあっという間。宿に戻ってまいりました。シャワーも浴びて気分爽快でございます。今回はプエルトリコの州都でありますサンフアンという町紹介させていただきました。アメリカの自治領ということで、扱い的にはサイパンを含む北マリアナ諸島と同じ扱いの場所になります。言語は基本的にはスペイン語なんですけども、中には英語も喋れる人がいたりだとか、アメリカともまた違うし、カリブ海の国の方がどっちかという雰囲気、まあ、むしろカリブ海の中にありますので、カリブ海の地域の他の国のような雰囲気、スペイン語が飛び交っているような場所、看板も街中はスペイン語だらけだけども、アメリカ領プエルトリコという国ではない地域、プエルトリコを紹介させていただきました。あいにく今回2日間しかいることできなかったんですけども、綺麗な海もあったり、ただ
海藻がひどかったりとか風が強かったり波が高かったりで本来のポテンシャルではないとは思うんですけども、街中にあるビーチとしてはまあまあ合格点ではないでしょうか。もちろんプエルトリコ離島もありますので、離島に行けば素晴らしい海見ることができるみたいです。あとは自然的なアクティビティ、ジップラインだとかそういったのも豊富に揃っております。今回は州都であるサンフアンしかいられなかったんですけども、他のプエルトリコの街に行けば大自然のアクティビティなどもある街みたいなので、またいつの日かリベンジしてみたいなと思います。他にはオールドシティ、旧市街もカラフルでおしゃれだなというところが正直な感想なんですけども、あんな街中カラフルなのってなかなかないですよね。本当にいい街でした。今回は最後コストコも行ったりだとか、2泊で最低限のことはできたので、サンフアンだけ滞在するんだったらもう本気出せば1日でも大丈夫なのかな。ただ他の場所、離島であったりプエルトリコの別の場所も行った方が楽しめるんじゃないかなっていう気がします。日本から直行便はありませんので、マイアミの他にもニューヨークからも直行便出ておりますので、あとロサンゼルスだとか基本的には大都市から直行便出ておりますので、日本各地からそこに行って乗り継いでっていうようなイメージになります。あとはアメリカの実利用ですのでエスタ必要になりますので、この点ご気をつけください。それでは今回の動画以上になります。またいつの日かプエルトリコ戻っていきたいなと思います。皆さんぜひチャンネル登録をして旅行者気分を味わいましょう。その際の旅行は皆さんの高評価ボタン、いいねボタンです。ツイッター、インスタのフォローも合わせよろしくお願いいたします。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。